上木隆之介は日本の俳優、声優、ユーチューバー。埼玉県出身、CEO ラボ所属。出生当初に大病を経験しており、今こうしてここに立てていると思うと奇跡だなぁと思うと本人は語っている。事務所に母が応募して合格。1995年 CM デビュー。1999年テレビドラマグッドニュースでドラマデビューをした。 2005年、所属事務所アミューズに移籍。2004年、映画、お父さんのバックドロップにおいて、プロレスラーの父親と距離を置く、息子役を演じた。2005年、映画、妖怪大戦争で主演し、日本アカデミー賞、新人俳優賞を受賞。2006年7月1日放送の、探偵学園級でドラマ初主演。同ドラマは2007年、連続ドラマ化された。 2008年、倉本壮が脚本を手掛けた、テレビドラマ、風のガーデンにおいてサバン症候群を持つ白鳥、学役を演じた。2010年、NHK スペシャルドラマ、心の糸では、松行康子の息子役を演じ、手話とピアノの特訓を受けた。2011年、心の糸で、モンテカルロテレビ祭壇優勝に、ノミネートされた。十月から放送された、テレビドラマ、 11人もいる。で主演。2012年、映画、劇場版スペックアマネに出演。同年夏公開の、霧島、部活やめるってよでは、ヘタレの高校生を演じた。同年、NHK の大河ドラマ、平野清盛で、源義経を演じた。2005年、小学5年生の時に、大河ドラマ、義経で、 牛はカマルを演じており、大河ドラマで作品を変えて、同じ人物の幼少期と成人期を演じた。2013年、テレビドラマ、家族ゲームに出演。2014年、映画、ドゥローニケンシン京都大河編、伝説の最後編に出演し、原作でも人気の高い瀬田総二郎役を演じた。2019年、舞台、綺麗神様と待ち合わせした女で、 初めて舞台作品への出演を果たした。2001年、スタジオジブリ制作の長編アニメーション映画、千と千尋の神隠しに、坊役で出演し、声優デビュー。2009年、アニメ映画、サマーウォーズに、小磯賢治役で主演。2016年、アニメ映画、君の名は、に立花滝役で主演し、声優アワード、主演団優勝を受賞した。 同作品は当時公衆ランキングが千と千尋の神隠しタイタニックアナと雪の女王に次ぐ日本第4位邦画歴代2位を記録した2020年5月19日よりデビュー25周年記念プロジェクトを始動することを発表同年6月18日第1弾として YouTube チャンネル YouTube を開設 神木隆之介デビュー25周年記念プロジェクトのオリジナルロゴをデザインしたのは、新木と信仰のあるグラフィックデザイナーの佐藤拓。2021年4月1日付で16年間所属したアミューズから同事務所が出資する新会社 CO ラボ2席。2021年5月15日付でスクウェアエニックスよりリリース中で自身もプレイ中だったゲーム ファイナルファンタジー14アンバサダーに就任。ふとじは主演、もしくはメインキャラクター。2004年、2006年、2011年、2012年、2013年、2015年、2017年、2018年、2020年。ありがとうございます。